さて始まりました無限の砂時計。前回はボスを倒しまして幽霊の鍵というものを手に入れました。この目の前にあります扉がその幽霊の鍵を差し込める穴というわけで、差し込んでいきましょう。というわけで、この先にテトラちゃんがもしかしたらいるんじゃないかっていうね、有力な手がかりがあるので楽しみにしておりました。テトラちゃんとの再会どうなることやら。この人がテトラなの？どうしよう、石みたいになってる。おう、遅くなってすまねえ。なんだか急にやばい雰囲気がなくなったんで、俺もここまで来れたぜ。で、財宝は？財宝はあったのかよ。何バカ言ってんのよ。セナの大事な友達がこんなになってるってのに、財宝なんてどうでもいいのよ。おいおい、これがお前の友達か？魂が抜けたようになっちまってるな。一体どうなっちまってるんだ？幽霊船にフォースを吸われたのじゃ。この声は、まさか。あ、じいちゃん、どうしてここに？ここまでたどり着くとは、セナ。そなた本当に勇者の力を持っているようじゃな。こうなったら本当のことをすべて話そう。すでに気づいておると思うが、わしこそこの海を治める、気づいてなかった、大精霊海王者。海王ではなく海王者ぞ。ね、念を押された。すみませんでした、今まで。海王さん、事の起こりは数年前、どこからともなく突然現れた魔物に襲われたのじゃ。奴の名はベラム。その正体はフォースを食う恐ろしい魔物だったのじゃ。お主らも知っての通り、この世界のすべてのものには聖なるエネルギーフォースが宿っておる。もちろんわしの力の源、時の砂もフォースの結晶なのじゃ。おそらく奴はそれを狙ってこの海にやってきたのじゃろう。襲われたわしはもちろん奴と戦った。しかし相手はフォースを食う魔物。わしの攻撃は全て飲み込まれ、手も足も出せず取り憑かれた。そして神殿の奥底に引きずり込まれ、封印されて今もフォースを吸収され続けておるのじゃ。やつは吸い込んだフォースを使い、次々と強力な魔物を生み出していった。力、知恵の精霊はその魔物たちに封印されたが、シエラはうまく分身して逃げられたのじゃろう。記憶はおそらくその時に亡くなったのじゃ。時の砂で生み出された魔物の中でも、海王の神殿にいるファントムは奴の分身のようなものじゃ。とてつもなく強力で、守りも固くほぼ無敵。それがいつも神殿を守り、もはや誰にも奴には近づくことができんようになっていったのじゃ。完全に打つ手を失ったわしは、わずかに残った少ない力を使い、シエラと同じようにこの姿で分身を作り、メルカ島に住み着いたのじゃ。その後は時の砂を利用して海王の神殿に入るための無限の砂時計を生み出し、奴の倒し方を探し、チャンスを伺っていたのじゃ。シエラよ、今まで黙っていてすまんかったの。力と知恵の精霊もわしの心を察し、詳しい話はしなかったのじゃ。しかしお前を海底で海辺でね海辺で見つけたのは全くの偶然じゃ。
記憶も失っておったし、魔物もうろうろしておったしの。時が来るまで黙っておくことにしたのじゃ。この海の島々はもともとフォースに満ちておる。奴はそれを食らうために現れたに違いない。じゃ、ラインバックさん勘弁して。奴の目的はただ空腹を満たすため。フォースを食うことなのじゃ。幽霊船もフォースを集めるために生み出したものじゃろう。財宝の噂を餌にして、幽霊船に人々を集め、わしから吸収しただ、いやいや、吸収したフォースだけでは満足せず、少量といえど人間に宿るフォースも吸収しておるのじゃ。テトラ殿はかなり強い力を持っておった様子。おそらくその力に惹かれ、航海中のそなたたちの船の前に現れたのだろう。ちょっと待て。じゃあ財宝の話は作り話かよ。まあそういうことになるの。わしが見たところ、テトラ殿はまだ死んではおらん。フォースを吸い尽くされる前にあの化け物を倒し、わしの手に時の砂が戻れば再びフォースをすき込み、にゃみにゃみにゃ、吹き込み、テトラ殿を元に戻すことができよう。せなよ、風の島の北に島がある。そこに住んでいるサウズという鍛冶屋を訪ねるのじゃ。ベラムーを倒す方法を教えてくれるだろう。今のお主にしかできぬ方法をな。おいおい、冗談じゃねえぞ。俺様は財宝があると思ったから、こんだけ危ない目にあっても幽霊船を探し出したんだぞ。それなのに財宝がないんじゃこんなことやってらんねえぞ。ちょっとあんた、今の話を聞いてなかったの？海の男なんだったら、じいちゃん、海王様を助けようって気にはならないの？はっ、ならないね。もう船も出してやらないもんね。ほっほっほ。もちろんただとは言わんよ。ベラムを倒すのに力を貸してくれたら、望みを何でも一つ叶えてやるがどうじゃな。こらせな、何をぼさっとしてやがる。海王様が大変お困りでいらっしゃるのだ。すみません、見て見て見て、急ぐぞ。ぐずぐずするな。もう本当に厳禁なやつなんだから。お主やテトラ殿を巻き込んでしまって本当にすまんと思っておる。だが今のお主の力ならば何とかすることができる。わしの本体が封印されておるのは神殿の奥底。ベラムーも一緒におるはずじゃ。本来ならばわし一人で何とかせねばならんのだが、今はただお主らが頼りじゃ。頼んだぞ、セナ。何やってんだ、セナ。そのテトラって友達も連れて早く俺様の船に戻るんだよ。さて、というわけで話が急展開ですね。なかなかラインバックさんに話を聞いてみましょう。とりあえず、さてセナ、なんともぶっ飛びの展開だが、口をあんぐり開けてる場合じゃないぜ。じいさんは言ってた、手がかりはサウズって鍛冶屋が握ってるってな。さっさとその鍛冶屋に会ってベラムーをぶっ倒さなきゃならに。そんでもって、俺の手にはまばゆいばかりのお宝が残るって寸法よ。うっは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 。不純すぎ。ねえセナ、このおじさん置いてった方がいいんじゃないの？コホン。ま、とりあえず出発するか。サウズは風の島の北にある島に住んでるのよね。ここからならそんなに離れてないわ。おう、こうしちゃいられねえ。行くぜ、船出の時。さあ、というわけで今からこの霧を抜けて、多分ね、ここでしょうね。ボヌン島だった、ここ。これ風の島で、ここか。あれ、どこにあるの、わからない。
ん？何？お？おい、セナ、あんなところに海図に書かれてない島があるぞ。これね、航路を書くときにさ、この海図にさ、俺なんか、何かしらのイベントで、この、バツ印をさ、つけておいたんだよね。そこに、ちょっとなんかあるかなと思って行こうと思ったんだけど、船をつけられそうじゃねえか。助力してみようぜ。ちゃんと海図にも書き込んでおいたからな。あ、これ見てください、上画面。ちゃんと島として、書き足されました。というわけで、ここの島に向かいましょう。というわけでやってきました。サウズの島。ここですね。上陸。というわけで、サウズ。ああ、もう真ん中にこれポツンと家がある感じか。鶏ちゃーん。ん？すいません。あなたがサウズさんですか？お主らがベラムを追っている者どもか。見ればまだ年齢もいかない。あ、ごめんなさい。年葉もいかない子供ではないか。しかし海王様に選ばれた勇者だけを、にゃ、今日なんかちょっと読み間違えるんだけど、勇者だけのことはあって、澄み切った目をしている。C1 ジェンちゃんから聞いたんだけど、ジェイちゃんとどういう関係があるの？我々の祖先は代々海王様に従え、守ってきた従者なのだ。まだ海が闇の力に覆われていた頃、海王様をお守りするため、数々の武器を作り出して戦ってきた。お前たちが求めておる無限の剣もその一つだ。あ、その剣がじいちゃんの言ってたベラムを倒すための方法なのね。そうだ。生命エネルギーを吸収する力を持つベラムは、無限の剣でなければ倒すことはできないのだ。セナよ、今こそ無限の剣を手に取り、ベラムーを倒すのだ。よしセナ、ベラムーをやっつけちゃいましょう。サズさん、その無限の剣を貸してくださいな。今はもうない。え？ないの？うむ、もうない。ないって何よ。かっこいいこと言っておいて、ベラムーを倒すことはできないっていうの？慌てるな、私は鍛冶屋のサウズだ。なければまた作ればよいだけなのだ。あ、なるほど。うん、そうだね。じゃあ、早速作ってよ。作れん。作れないの？え？作れないってどういうことよ？なんなの？からかってるの？シエラさん、大忙しなんだけど。無限の剣はただの剣ではない。普通の鋼では鍛えても、ん？鍛えても、聖なる力を宿らせることはできない。桃色の鋼、紺碧の鋼、新緑の鋼。この三つの鋼を合わせて鍛えなければ聖剣は作れぬのだ。じゃあセナ、私たちでその三つの鋼を見つけてきましょうよ。その三つの鋼はどこにあるのかしら？三つの鋼は昔、海王様がこの世界に住む三つの部族に授け、その部族たちが代々建て祀ってきているはずだ。その部族のところに行けば鋼のこともわかるだろう。三つの部族ね。でも、どこにいるのかしら？いろいろな島に行ったけど、それらしい人たちはいなかったわ。その2枚の海図にある島ではない。さらなる海図を求めなくてはならない。セナよ、再び海王の神殿に入り、さらなる海図を求めるのだ。海王の神殿、もうあそこ怖いもん。でも、海王の神殿には最後のところまで行ったわよ。あれ以上道なんかなかったわ。最後の部屋の前に、なんかこれ、もう図形を描き込むことと開く扉があっただろう。そこにこの図形を書き込むとさらなる場所に導いてくれるはずだ。マジかよもう。へえ、あの扉にそんな仕掛けがあったなんて。セナ、あの絵をメモして早速海王の神殿に向かいましょう。セナよ、くれぐれも頼んだぞ。あ、これね。これをメモするのね。これトライフォースじゃん。いや、ここにメモしてもって感じはするけど、まあいいや。はい。一筆書きといきましょうか。よし。さあ。図形は、とりあえず、メモしました。というわけで、じゃあ今回は、まあいい感じの時間になりましたね。今回はこういうことになりましたということで、ベラムーさんという存在と、この無限の剣という存在、このね、二つが、こうなんだろうね、世界を揺るがす
大きな謎なのかなみたいな感じのお話でした。で、テトラちゃんもどうにかフォースを抜かれた状態でも頑張ってらっしゃるそうなので、早いとこ助け出して頑張ってやっていきましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。また届いてる。うわ、来るぞ。来た。また来た、この人。セナさんにラインバックさんからお手紙ですよ。そこにいるはずなんですけど。そんじゃ、読んであげますね。ラインバックよりセナへ。いつも顔を突き合わせてるのに、なんでまた手紙なんか。お前はきっとそう思ってんだろ。だけどちょっと待ってくれよ。俺はこんな形でしか感謝の気持ちを表せねえ。チンケでシャイな野郎なんだよ。そうさ、今更どの面下げて嫌い？ありがとうなんてよ。いつも犬みたいに働いてくれてありがとうなんてよ。そいつはさすがに面と向かった言えねえだろ。むははさて、いつもヒーコラ働いてくれるおだちんにいいもんやるぜ。取っとけ。お、船のパーツ、石の煙突を手に入れました。造船所に持っていけばパーツを付け替えたりできるぞ。コレクト画面先輩で確認しよう。だってさ、確かにお手紙の内容伝えたからね。そんじゃまたね。ラインバックさん。ありがとう。